ブロポタ TV へようこそ。今回は年末年始スペシャル企画として初めて四国を飛び出して金沢からの魅力的なポタリング旅の様子をお届けします。コーヒーめっちゃ死んじゃったので荷物をしてここコーヒーでさあ、今日はこのミニクーパーで金沢まで行くんですが、5台を乗っけた上に人間が3人乗るということで、あ、マフィー登場です。よろしくお願いします。あれ、今日はよろしくお願いします。ではでは、今度は行きます。もう行くか、もう行こう、はい、どうも、行ってらっしゃい。よろしく。じゃあ行ってきます。大鳴門峡を渡り淡路島を抜けて本州へと向かいます。金沢の地元案内してくださる畑口さんですが、はい、よろしくお願いします。これ畑口さん、メタリックグラファイトでしたっけ。はい、そうです。こうやって見ると結構ブラックエディション的な感じですね、色。うん、そうです。寄っていくと今日真っ黒だね。なこれ梨地の感じがね、普通のやつと違いますよね、全然、うん、かっこいい。シールがつきます。そうですね。Thank you.
マフィー寒いな。めっちゃ寒いです。凍っちゃう凍っちゃう。よく見かけるあの三角の木の上に立ってるあれ何なんですか？雪釣り。あの金沢の雪ってそのすごく水分を含んで重たい雪なんですね、はい、でそのせいでこういうまあ植栽とかあと木ですね、まあ、こういった、こう植栽とか樹木を守るためにその雪の重みで潰れてしまわないようにこういうあの雪釣りをして保護してる。なるほどなるほど。このじゃあ縄が雪をこう守る屋根の支えみたいなのですか？屋根というか、はい、これ三角のこれ上に雪積もるんですか？あの積もることもありますし、要は重みでぐちゃっとならないようにこう。ああなるほど。むしろだから枝とかを支えてるんですね。支え棒。ああなるほどなるほど。屋根の役割というよりむしろそういうあれなんだ。こういうのいいですよ。向こう側の敷地が全部兼六園なわけですね。そうです、はい、山の方からずっと水を引いてきて、はいはい、高低差を高低差を生かした形で兼六園の中に水を引いてきた。ああなるほどなるほど。ちょっとこのお城もね、兼六園も小高い丘の上になってますもんね。金沢三分号ですか。ここが加賀百万石の参勤交代の道なんですか。あ、大手門のところからずっと街道が出てるわけですね。でここから、まあ、ここはメインストリートで、で見えたところが尾張町っていう町で、尾張商人を連れてきたっていう時代があって、前の年ですね。年が尾張の出身ですもんね、はい、で、この昔の繁華街をここだったんです。あー、なるほど。なんかすごい行列ができてる。海鮮丼の行列。海鮮丼。マーフィー濡れちゃうよ。あ、こういう道あるといいですね、ツアーで。これカゴめちゃくちゃいいね。ちょっとまだ行けるよ。え？平野じゃない？両方使って。町屋の雰囲気がめちゃくちゃいいですね。上の扉がかっこよすぎるから。わあ、めちゃめちゃいい雰囲気。ここの街並みはめちゃくちゃ雰囲気ありますけど、ここなんか指定されてるんですか？
そうですね、伝統的建造物の保存地。ああ、なるほどね。はい、まあ、この和江町茶屋街と、はいはい、あとあのこの後行きます東茶屋街ですね。ああ。でさらにその奥の宇多津山寺院という、まあ、お寺の、あの密集した地域も伝統的な。あ、そうなんですね。じゃあまた引き続き楽しみです。はいはい、はい、行きましょう。この時期はね、別名の荒橋もあの国の有機文化財に出てて、へー、特徴的な地ですね。年代はどれくらいですか？年代は大正ぐらい。あでも、えガスト、ガスね、電気。おお、いや鉄気筒みたいな、すごく趣のある金沢の街並みに来ております。これ茶屋っていうことは昔からこう歓楽街というか城下町の人とか雪かう旅人とかがこの辺でゆっくりしたりとかっていう感じなんですか？そうですね、まさにそういう街、遊郭、はいはいはい、ですよね、昔茶屋街、なので今だにあの、芸妓さん舞妓さんの稽古の場所もありますし、へえ、じゃあ三味線の音とか聞こえてくるんですか？そうですね、ああ、雅ですね。金沢をブロンプトンで堪能しております。これはちょっと使わせてもらおう。これさ、ほんまに自転車のツアーやね。濃いブロンプトンが映えますね。これそれぞれのまた小道にロマンがありますね。ここの喫茶もやってるんだ。はい。大学の共通関係も。いいですね、裏の道も。ほんまや。
上のこの電気屋さんもかっこいいね。うわ確かにね。加賀藩御用達。いいね。料亭組合に当たるんですね。うわ窓枠がすごい。相性みたいな。すごい。しかもちゃんと2枚ありますよ。あこれ冷蔵庫のクラクラです。ああなるほどね。あの窓のあの隙間に物置いてたら全部さらへんから。あれ冷蔵庫でちょうどいい。ああ。そうですね。あ、そっちのまた裏通りが良さそうですね。とんでもないですよ。すごいな、俺金沢に一番一回来た時に金沢って超えたくなるんだよ。ええ、はい、ごめん。うちの雰囲気自動だろ。似てます、似てます。俺のデザイン、はい、やっぱ時代、時代ですね。下に板張りをちゃんと塗装して、綺麗にしてるんで、だからこうやって赤の中にちょっとだけこういう違う色が入ってるから。安いかまだ空いてるかな。ここはちょっとあのお連れしたかった。夜はバーで、昼はあのカフェ。お昼はもうあそこでやるの？やったよ。やったよ。やったよ。これお酒屋さんですね。地酒の専門店。これなんかあれですね、加瀬山観音院って書いてありますね。これなんかお正月のあれですか。ちょっと動きました。ここにもありますね、同じのこれ。確かなんか結構言われがあるやつですね、きっと。お姉さんに取られましたっていう。お姉さんもパンケーキにしたらよかったのに。マーフィン、まあ、中間まだマーフィン手つけてないのに先に強奪っていう。これちょっと半分バレんな。入れてますね、人格。人格お姉さんまだマーフィン食べてないのに強奪しちゃいましたけど、大人げない大人になってます。自分の孫ぐらいの年の子から強奪というね。ゆめさん、甘党だから。これはもう気持ちは分かりますね。あれ、これお会計したら甘党粒子かではなく、違う。消し。八幡起き上がり。これでは地元の伝統工芸品なわけですね。これが全部メニュー揃いましたよっていうと、ついてきます。今日は雪の中ありがとうございました。ご案内ありがとうございました。金沢の魅力をやっぱりね、地元のガイドさんがついていることによってめちゃくちゃ短時間でね堪能することができました。これちょっとまたね、今後金沢のブロンプトンポタリングツアーの展開が楽しみですね。頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ではではまた。日本にはまだまだ魅力的な場所がたくさんあります。これからもブロンプトンでのポタリングツアーを通じてその魅力をお伝えしていきますので、チャンネル登録、いいねボタンをいただけましたら励みになります。
自分もツアーに参加してみたいという方は概要欄にあるリンクをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。どうでしょう。